ロシア軍の弾薬不足が深刻化していると噂されている中、ロシア国境付近に築かれた U の歯がポンコツだったという情報を、みんなは知っているかな？欠陥があれば防衛には不十分だもんな。とはいえ、あの大国ロシアが小国ウクライナの攻撃対象になるとは予想もしていなかったぜ。そうだね。さて今回は、隙間だらけの U の歯についてや、ロシア軍が補給路を断絶されていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍と比べて、陸海空すべての戦力において完全に勝っていたロシア軍が、およそ1年と6ヶ月かけてウクライナ領土の3割も占領できずに、NATO 諸国を中心とする西側諸国の支援を受けるウクライナ軍の反撃によって、兵力だけでなく戦車や装甲戦闘車両などの装備品が大きく損耗しているよ。さらに西側諸国の制裁により巡航ミサイルなどに使われる精密部品の入手ができず、その製造が厳しくなってしまい在庫が枯渇気味であるとまで言われ、今まで以上に進行することが難しくなり、前沿に防御線を構築して占領地域を死守する体制となっていったんだ。ウクライナ国内における最前線というのは、北はルハンシク州からドネツク州、ザポリージャ州を経てヘルソン州までを指し、その距離は 1500km 以上となり、ロシア軍はウクライナ軍が侵攻してくると予測される地域の全域に防御線を構築していることが衛星画像などで確認されたな。ロシア軍が構築したのは昔ながらの塹壕と併用して第二次世界大戦中に生まれた U の歯と呼ばれる、対戦車用障害物を幾重にも張り巡らせた壮大な防御線だが、その U の歯が役に立っていないことが実証されたとして、ロシアの独立系メディアが分析結果を公表していたぜ。そもそも U の歯とは、戦車や装甲車の前進を妨害するために設置される鉄筋コンクリート製の、テトラポッドのような障害物で構築された防御線のことを指し、これによって相手の機甲部隊の進撃を停滞させて、さらに障害を避けようとする部隊をキルゾーン ZONE 略称 KZ に誘い込むことを目的とするんだよね。その KZ とされる地域にはあらかじめ対戦車地雷が埋められ、足止めを食らった敵機甲部隊を殲滅するため、周囲には各種対戦車兵器を持つ部隊を配置し、第二次世界大戦では特に欧州戦線において、ナチスドイツが西部国境を死守するための手段としてジークフリート戦で使われたんだ。特に無限機動を可能とするキャタピラーで前進する戦車は、道路以外の不整地でも移動ができ、その突進を止めるためには道路を破壊するだけでは困難で、逆に見晴らしの良い草原等に障害物を設置することが効果的だと考えたってわけだ。その障害物こそが U の歯であり、鉄筋コンクリートなどで作られた三角錐や四角錐の障害物を、敵の前進軸に対して縦方向で次第に高くなるように数列並べた上で、さらに横に長く城壁のように線上で並べた様子が、まるで大きく口を開けた U の歯のように見えることからその名が付けられたぜ。確かに戦車はどんな荒れ地でも自由に動き回れる陸上最強の戦闘車両だが、実は車体の全長よりも幅が広い小川や塹壕などを乗り越えることはできず、しかも車体の底が有機物に乗り上げると身動きができなくなるという弱点を持ち、それを逆手に取って戦車が U の歯を乗り越えようとすると底部が先端部に乗り上げてしまい、キャタピラーが空転して裏返った亀のようになるんだ。古典的であるが防御能力が高い U の歯をロシアの独立系メディアが、ウクライナ軍の戦車を止めることにおいて役立たずといった根拠は、2023年5月22日にロシア人義勇兵が、ウクライナのスーミー地域からロシアのベルゴロド州に侵入した事件で明らかとなったね。このベルゴロド州では、この戦争の成り行き次第では NATO 軍が侵攻してくることも懸念して、100億ルーブル約100億7000万円の費用をかけて防衛線を設けており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事が昨年4月から開始された U の歯建設の作業を完了して、この地域の防衛は万全になったと今年の3月に宣言していたんだ。しかし、その宣言から2ヶ月後の5月22日にベルゴロド州へと侵入したロシア人義勇兵によって立ち上げられた、自由ロシア軍団とロシア義勇軍団による混成部隊は、装甲兵員輸送車などで移動していたため、
本来であれば U の派によって州内へ入ることが困難であるはずだが、設置されていない地域まで迂回して悠々と通過したらしいぜ。通常は U の派を設置していない地域は KZ として敵を一網打尽にするか、兵員を配置しない場合は地雷を埋めて通行不能とするはずだが、ベルゴロド州の U の派は単なるハリボテに過ぎず、塹壕や地雷原すらも開設されていなかったようで、独立系ロシアメディアはグラドコフ州知事が U の派を設置したことを公表したのは、おそらくクレムリンに向けた仕事をしましたアピールに過ぎなかったのだろうとディスっていたな。また、ロシア軍全体の兵員不足問題も深刻化しているらしく、仮に KZ を設定して塹壕を築いていたとしても、そこに配備する砲兵や歩兵がいなかったら無意味ってわけ。本物の U の派であれば構成された複数の障害物に戦車が衝突した際に、そこに乗り上げるようにするために固定して底部をコンクリート製の土台でつなげて埋めるので、本来であればドーザーを装着した戦車でも移動させることはできないからね。しかし、ベルゴロド州に設置されている U の派は、障害物を地面に置いただけのものが大半を占めていて、もしかするとウクライナ領内に設置されている他のものも同様の見せかけの防御線であるかもしれないと言われているぜ。本当にそうであれば、ウクライナ軍がイギリスから供与されたチャレンジャー2にドーザーを装着して、U の派を片付ける様子を撮影した動画のように、簡単に障害物を排除できるため、現時点においてウクライナ軍がロシア軍の防衛線を越えられずに苦戦しているという情報は真実ではなく、防衛線を安全に越えられる地点を探索している威力偵察レベルの攻撃を加えているだけってことになるよな。実際にロシア軍は 1500km 以上に及ぶ防衛線の全てに守備隊を貼り付けることもできていないため、U の派を排除するウクライナ軍の進軍が停止したら、後方に配置された部隊を KZ に前進させて攻撃する戦略をとっているらしく、ウクライナ軍がある程度の規模で威力偵察を実施してきた場合は、念のために対処部隊を動かして対応せざるを得ないと考えるわけだが、その前進してくるロシア軍部隊を疲弊させるためにウクライナ軍が攻撃と撤退を繰り返すのはリスクが大きすぎるとも指摘されているよ。しかも、ウクライナ軍がたくさんの塹壕や U の派を突破して進出するたびに、ロシア軍守備隊の再編成が必要となったり、防御地点が変更になったりすることで命令系統などに混乱を生じる可能性が高くなる恐れはあるが、現時点においてもウクライナ軍の方が損耗率はロシア軍よりはるかに高く、仮に温存している主力部隊を一気に投入したとしても、昨年9月のハルキウ州で見せたような華々しい戦果を上げるのは難しいと思われるぜ。2023年8月の時点ではドネツク州南部からザポリージャ州に渡り、ウクライナ軍がゆっくりと着実に進軍しているが、どの戦闘地域においても激戦が続いていて、なおかつ地雷原に阻まれて前進に制限を受けているね。鈍重なウクライナの反攻作戦が成功するか否かは、兵器の優劣や防御陣地の強固さに注目されがちだが、やはり兵士の士気の差が物を言う時期に来ており、祖国防衛の士気が高いウクライナ軍が後に退けないロシア軍の人海戦術に、どれだけ耐えられるかが終戦の鍵を握っているとも言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。